歯磨きしてなくて歯溶けてる選手権してくれ。よし、お前遅れ。来た。<laughs> <laughs> <あ> <laughs> お前歯磨きしてなくて歯溶けてんじゃねえかよ、おい。おい。お前歯磨きしてなくて歯溶けてるじゃん。なあ。ちゃんと。 ねえ汚いとかじゃなくて歯磨きしてなくてお前歯溶けてるぞよく笑えたなそのその顔でこいつは溶けてねえな <laughs> これなんか木なんかちょっとおかしお,おかしくなってるいいろ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 おかしいお前は。 すべてが溶けてないけどシンプルに歯磨きしてないだけっしょ <laughs> ちょっと待ってくれ <laughs> いい角度の写真が来たこれもうお食事中の方はいい角度の写真が来たわいい角度の写真が来た なんでこれ顔を見ずともブスだと分かるブスだと想像するに想像が簡単な顔面いやもうこれ心霊写真で使えるじゃん俺これ何かの番組に応募してくれ 心霊写真として使えるからよゴラブじゃんこれロード・オブ・ザ・リングのトロルにいたよなこういうな「いい」っつって「人間族」「スメアゴルダ」「ウかむるバス」 え、なんで歯ない奴ってみんなこういう感じで撮るの <laughs> 絶対自撮りしてるよね、よくね <laughs>。歯ない奴ってみんななんかこういう風に自撮りしなきゃいけないって <laughs>。え、もうあれじゃん、あた、歯にポップコーンついてんじゃん、これ。なあ歯にポップコーンついちゃってんじゃん。小用の時に姉に金属バットで前歯2本折られ。 歯医者さんに君は歯が黄色いから色を合わせるねと言われて差し込まれた差し歯です。もう歯医者もデリカシーねえな。君は歯が黄色いから色を合わせるねと言われて差し込まれた差し刃歯,歯が,、ね、差し差し刃がこちらです。どうぞ、じゃん。だって。<laughs> 今歯が抜けましたみたいなやつが送ってきたけど、これ。 もう腐さっちゃってんじゃんねえ腐,腐り落ちちゃってんじゃんこれ幸せな肌抜け方じゃないじゃんこれ変な液液垂れてるし <laughs> 俺嫌なんだよな,なんかこういう画像インストールしててさなんか消さねえからふとした写真になんかパソコンのさ C ドライブいっぱいになっちゃったってパッて見るとさこの画像出てきた時の悲しさ もう全部抜けばいいじゃんこんなんだったら抜きなよねえ抜きなよ歯じゃねえじゃんもうこれ鍾乳洞じゃんもう全然 <laughs> お前歯が汚いとかじゃなくてシンプルなブスだなこいつと俺モチベーション上がったわこういうやつらがもしかしたらあのー 俺にかけてるのかもしれない。もう、死肉が。服で赤がつってんじゃ。おいお前死肉が泣いてるぞ唇にこわんじゃねえかよ、お前おい唇にこわんじゃねえかよどっちがおめえの唇だよ、おい 死肉が泣いてるぞ、お前。しかもさ、これ剣けんがさ、一番洗いやすいところの死肉だけ腫れてるってことは、お前ガチで歯磨きしてねえじゃねえか。この辺が腫れてるんだったらまだわかるけどさ、ここ腫れてるってお前、唯一お前の歯で洗いやすいところ腫れてるじゃねえか。唯一お前の、お前の歯で唯一洗いやすいところが腫れてる。 ちょっと待ってね。俺の写真とさっきのやつを凝らしたらこうなるらしい。はははは。はははは。おい、ツイッターのサムでこれするわ。俺認める。おい, <laughs> おい, <laughs> おい, <laughs> おい。認める。なあ。認めます。俺です。はははは。俺です、<laughs> れですこれ。みんな。本当の俺のことを。 本当の俺に気づいても、俺のこと嫌いにならないでほしい。俺、この肌だた笑えねえよ、こんな。笑顔になれない <laughs>。最近抜いた虫歯。何このさっきのやつのさ、さっきの歯抜けた選手権みたいな。この辺が抜きましたってお前自分の家で歯抜いてんの。全部腐り落ちてんじゃなきゃ。これ抜けたんじゃなくて、腐り落ちてんだぞ、お前の死肉が。 生ハゲじゃんこれすげえねこいつの唇すげえお前これ中学校のさ面積を求めるこれお前あれだろ、ね、小学校が見たらお前の唇の面積求められるぞなあこれ教科書に載せようぜこ,こんな綺麗なねえこの台形のさ面積求めてくれ誰が頭いいやつ この正方形の。すごいポップでさ、ガキどもがさ、覚えやすそうにならないこ、この、ここの面積を求めろ、みたいな。小ははは。さんぐらいから歯磨きがめんどくさくなり、洗濯物のバスタウンで歯を募集するのが、週に2、3の楽しみになっています。歯磨きすぎてよくね。なんであえてちょっとさ下げてよあれすんのあ、でも歯綺麗。でも歯綺麗だよ、ほら。え、これさ、おかしくね綺麗じゃねすごい。 小学校3年生から歯磨きをやめてバスタオルでゴシゴシするだけでこんなに綺麗なんだってあじゃあ遺伝的な要因もあるのかなちょっと待ってな <laughs> 成人式で歯並びで誰だか分かったって言われたらしいこの人は <laughs> でも直せるから直した方がいいんじゃないこれ矯正とかで直せるでしょ矯正、ね、って高いんだっけ矯正って高い値段高いんだっけ100万すんだ うんすげえ。もう綺麗に汚いね、この人。すごいシンプルに汚い。だってなんかこれ、波打ち際みたいに、お前歯茎から徐々に徐々にお前、外側からなんか、内側にお前悪魔すんねんじゃねえの、これ。逆パターンじゃん、これ。歯茎がなんか歯吸い取ってんじゃねえか。 波打ち際になってる。外堀から埋められてきてる。お前の歯茎。<laughs> 人より歯が一本多いのが自慢です。それ DNA の異常じゃねえかよ、それ。ねえ。人より一本歯が多く入ってくる人がいるらしい。32本以上の。突然変異。一本ここに多く入ってるらしい。あ、これあれじゃん。 剣士が単純に、ここに入ってるってことだろう。そうじゃね。歯並び単純に悪いんじゃない。<laughs> 唐突に、へそが汚い選手権も <laughs>。行われております。へそが汚い選手権 <laughs>。すげえ、なんか。あれだな、全部さ。あの。 無駄毛の処理とかしたらさ、いい AV 上位になりそうな話してんな、お前。<laughs> 歯磨きするのが嫌なので、キシルトールのガムのみで暮らしています。す <laughs> ればいいじゃん。そんな、その手間あるなら吸、す、した方が楽じゃん。ねえ。なんなの、そのさ、意地でもしねえみたいな。した方が楽じゃん。それ。 コンビニ行ってさキシリトールのガム買って噛むんだったら歯磨きした方が楽じゃんキシリトールのガムだけで暮らしています <laughs> 何なんだ一体 <laughs> いハいハ、ね、もう穴ハハちゃってんじゃん。 いいゴが育ちそうだな、これな。ゴを育てるときによ、これあれなんだよ。黒いビニールテープによ、畑によ、山作ってよ、黒いビニールテープに穴開けんだよ。おめえの歯でゴ育ててみてえな。この子根から栄養吸い取ってよ。か、うん、おめえの歯でブランドもののいちご育ててえな。治 <laughs> 郎の手術後のアナルです。放送に、な ありがとう <laughs> ありがとう見せてくれてへえこうなるんだ <laughs> すげえ勉強になったこれはいいべいやこれこれね多分医療従事者と全員見たいと思ういやーよかったよかったいやもう俺も要は満足したわお疲れまでした